である国会の場において平気で嘘をつく、答弁をはぐらかす、文書の改ざん、データはあべこべ、一体このような状態で私たちの命にも関わる政治を任せることはできない。本当に私は真剣にそのように思っております。ヘリも始まりました。安倍総理が各国の首脳と笑顔で握手を交わすたびに、今度は一体日本の何を外国に売り渡す気でいるのだろうかと、そういう疑いの目で見てしまいます。だってそうじゃないですか。ロシアとの交渉、4島返還どころか2島返還もままならない、欲しくだけの交渉です。そして北朝鮮との交渉はいかがでしょうか。北朝鮮に条件なしの対話を申し出てもかえって相手に笑われるばかりです。拉致被害者の件に関しても、本当に拉致被害者ご本人、そしてご家族の皆さんに寄り添ったことがあるんでしょうか。いつも政治利用の時ばかりにだけ相談の場、対話の場を求める、こんな政権に一体何ができるのか。アメリカとの交渉もそうです。 TPP 断固反対と言っていたのはどこの党ですか。自民党です。それがどうですか。先日のトランプとの会談、トランプ大統領との会談、思わず呼び捨てにしてしまいましたトランプ大統領との会談、この参議院選挙終わった後に一体どんな密談の成果が発表されるのか、本当に恐ろしいことだと思います。そしてお隣韓国との交渉、真摯に向き合うどころか人としても恥ずかしいレイシズムを平気に口にしてはばからない、こういう態度を許しておいて。安倍、絶対に許さないからね。安倍、覚悟しなさい、いいね。安倍、絶対に許さないからね。安倍、覚悟しなさい、いいね。安倍、絶対に許さないからね。